SM9 モーターのローター交換ですか？ママツイゴチャンネル。皆様、こんにちは。七つ色チャンネルの水風七つと申します。前回の鉄道模型動画 M9 モーターから白煙。小田急ロマンスカー VSE で M9 モーターの分解、メンテナンス後の動作テストを行いました。その時の動作テストでモーターから白煙が確認できたので、このモーターは使えないこととなりました。こうなりますと、モーターの交換を行うしか、復旧させる方法はないかなと思ったのですが、二つの故障した M9 モーターを目の前にして、動画制作者は、あることを思いつきました。イオニア白煙の原因が、モーターの部品同士の相性であることは考えられないかなと。具体的には、モーターのローターと、ブラシの相性ということになります。従いまして、それぞれのモーターのローターを交換してみると、どうなるのか、という興味が出てきたみたいです。ローターの交換で考えられる結果は、二つともダメか、どちらか、一つは、復旧か、二つとも復旧の三つです。もちろん、二つとも復旧してくれれば、一番良い結果となりますが、せめて一つだけでも復旧してくれれば、新品のモーター交換までの応急処置になるかなと思っております。現時点で、フライホイールの取り外しと、取り付け方法が確立できておりますので、ローターを交換してみました。それでは、ローターを交換した M9 モーターの動作テストを、行ってみることに、いたしましょう。七つ色チャンネル。まず、もともと、小田急ロマンスカー VSE に装備されていた、モーターです。ローターを交換しましたが、異音が確認できましたので、これは、車体に戻すことは、できないでしょう。七つ色チャンネル。もう一つ、こちらは、キハ183系、スーパートカチに装備されていた、モーターです。こちらは、ローター交換で、大きな異音はなくなったみたいです。このくらいの動作音なら大丈夫そうですので、車体に戻してみることにいたします。七つ色チャンネル。ローター交換で、一つはダメで、もう一つは復帰できたみたいですので、いわゆる、2個1修理ができたという結果でしょうか。二つともダメという最悪の結果は免れ、小田急ロマンスカー VSE は、とりあえず走行できる状態となりました。とりあえず、前進と後退で、それぞれ15分ほど、走行や停車を行ってみましたが、異音や短絡ショートは発生しなくなりました。しかし、いつ短絡ショートが発生するかわからない状態ですので、新品のモーターを入手するまでの応急処置となります。複数の M9 モーターが故障してしまった場合、ローター交換で応急処置ができる可能性があることが確認できただけでも、実施履行の意味はあったと思っております。もちろん、モーターの分解は自己責任となりますので、その点はご留意くださいませ。本動画がご視聴者様のご参考になれば幸いです。今後も面白い企画や変わった現象に出会えましたら動画を制作いたしたく思いますので次の動画でもお会いできれば嬉しく思います。それでは最後までご覧くださりありがとうございました。チャンネルご登録のご検討をよろしくお願い申し上げます。